それによって1ヶ月後、この10月は違ったなという感じに必ずなります。ようこそ、予言天狗三春です。今回も神様からの予言をお伝えします。今日はあなたが神に戻れる月、10月についてのお話です。10月は本当にすごいエネルギーを持っていて、あなた自身が格段に変わることも可能な月になります。そこであなたが10月を最高の月にする話をします。10月の末には僕の初の本が発売になります。10月を最高の状態で準備を整えたら、本に書いてある11月1日以降5年間にわたっての毎日毎日のやるべきこと、避けるべきこと、それらの行動を意識するだけであなたの願いが叶っていきます。出版する本については概要欄にリンクを貼ってますので、チェックしてみて、よければ予約をしてください。10月の予言についてお話しします。あなたは10月にどんなことが起こるのか気になってないでしょうか。ヒツキ神事の神様の予言で、秋から気をつけろとおっしゃっていることもあるので、不安になってたりしないでしょうか。確かにちょっと怖い気がする10月がもうすぐ始まります。まだ10月かと思う人もいれば、もう10月と思う人もいると思います。僕はもう10月かみたいな感じです。月日の流れは本当に早いなと思います。このままなんとなく過ごしていたとしたら、今年もすぐ終わってしまいそうです。今年の最後に向けて、この10月というのはめちゃくちゃ大事な月ですので、今日の動画をしっかりと見てほしいし、ぜひカレンダーを手にして印をつけながら見ていただけると嬉しいです。また高評価を押しといていただけると、後で見返したい時に探しやすくなりますので活用してください。10月は満ち足りる月、そして次元上昇への準備が全て整うタイミングです。あなたも今までの努力が実を結び、次のステージに進む時として準備を整えていきましょう。そのように10月は格段に違う月です。準備万端なので、もう好きなことだけしても大丈夫とも言えるような月です。エネルギーが満ち足り、何をしてもうまくいく時期。この10月に暦や宇宙を意識すると、さらに次元上昇の準備も完璧に整う、そんな月です。ワクワクしますよね。でもこの10月のエネルギーを無視したり、当たり前だと思って過ごしたりすると、せっかくのチャンスは逃げていきます。そして後になって後悔することになってしまいます。多くの人がこの10月をいつもと同じようになんとなく過ごすと思います。それが言ってみれば普通です。でも暦や宇宙のエネルギーを意識すると、驚くほど違う結果を得られる、そう知ってほしいです。実際にこれを意識して人生が大きく変わった人も大勢います。今日の動画を最後まで見ることで、あなたは10月が持つ特別なエネルギーを最大限に生かす方法を知ります。10月がどんな流れで、どの日を気をつけなければいけないのか、それを知ることで、あなたは暦をより意識し、宇宙法則に基づいた行動ができます。その結果、あなたは10月の満ち足りるエネルギーを存分に使いこなし、神であったことを魂は思い出し、次元上昇への準備を整えることができます。あなたの2024年10月を最高の月にするために大事な話をしますので、今日の動画を最後までご一緒ください。10月が持つエネルギーとは、10月には13元律の等の数玉、等の数が持つエネルギーが流れています。13元律というのは宇宙法則で、一二三よいつむゆななやここのたりももちよろず、この13段階で全てのものは進化発展していき、最終極まってから収束し消え、また生まれ進化発展していく、そんな循環を巡っています。そしてその13元律の等の数玉、10の数のエネルギーが10月に降りてきます。そのことから10月のテーマは満ち足りること、そして次元上昇に向けて準備が整うということが10月のテーマであり、そのようなことを意識すると、よりこの10月のエネルギーによってあなたの行動が後押しされ、結果につながっていきます。そしてこの10というのは、ひふみよいむなやこと、ひとふたみよいつむゆななやここのたりという、ひからとまで、このひからとまで10個の数玉は一つずつ上がっていきます。ところが10からはももちよろずと10倍10倍10倍という複利で大きくなっていきます。つまり日からとまでとそこからは違うんです。次元が変わる。そしてそのための準備が日からとまで、日からとまでを13元律でしっかりと進化してとまでいった、これを人と言います。日からとまでを体験した人、それが人であり神です。
人はすべて神様の分け御霊として生まれてきて、もともとは神でした。ところがその神であったことを忘れてしまっている。だから人になる間、人と獣の間だから人間なんです。そのようにまず10月というのは人になり神に戻り、そして次元上昇に向かう、そんな月だと思ってください。2024年10月はどんな月になるのか、一言で言えばとにかく満ち足りる月です。そしてその時に大事な意識は、満ち足りていて全てある、自分は与えられている、そのように全てを与えられていることはあることが難しいこと、普通ではない、ありがたいことだという意識が大事です。この与えられている全てが自分にはあるということを確信を持ち感謝をすること、これによって全てのことがうまくいきます。そしてその意識でいることこそが神に戻った、人になったということでもあります。ひふみよいむなやこと、この人になること、この状態になることが次元上昇するためにも必要な状態で、人になって神に戻ったことによって次元上昇への準備が万端となるんです。それを目指すべき月、そう思ってください。そんなすごいいい月なんですけれども、注意点があります。それは2024年というこの年自体が二極化のエネルギーが強く流れている、二極化に進む流れがありますので、二極化の分離意識、自分とあの人とは違う、自分はそんなことない、相手は間違ってる、そのような思いをすると、この10月のいいエネルギーを自らブロックしてしまい、満ち足りることもなければ神に戻ることもない、そしてこれから来る大峠に飲み込まれ、流され、淘汰されるということになってしまいます。これは避けなければいけません。改めて暦とは、ここで改めて暦とはどういうものなのかを説明しておきたいと思います。暦というのは、子を読むツール、己を読み解くツールが暦です。そしてその暦というのは、天体の動きと完全にリンクしたものが暦であり、暦で暮らしをすること、日々の生活をすることが、その天体のリズムを自分の体に取り入れて覚醒していく、それが暦の役割です。暦にはいろいろありますが、ほとんどの人が暦といえば答えるもの、それがグレゴリオ暦。これは天体の動き、月の動きというものを取り入れるかのようにして、実は全く天体の動きとシンクロできない、人間が人間の力を落とすために決めたカレンダーです。天体の動きとは関係のない暦になっちゃった。なぜなら月と言いながら、その月その月によって日数が違う、天体の中で時々早く回ったり時々遅く回ったりする天体があると思いますか？月ってそんな動きをしてると思いますか？そんなことはありません。月というのは28日周期で地球の周りを回っています。その28日周期は1月であろうが2月であろうがずっと28日です。それなのにグレゴリオ暦は1月は31日であったり、2月は28日、また3月は31日で4月は30日、こんな変な動きをする月などないんです。ということは、月と言いながら月と関係のない暦になってますので、このグレゴリオ暦で生活する、暮らしをすると、どんどん正しいものが正しく見えない、歪んで見えてしまう、逆に歪んだものが正しく見える、バカになっていく、騙されやすくなっていく、自分自身がわからなくなっていく、それがグレゴリオ暦です。でもグレゴリオ暦があまりにもこの世界中で使われているので、その集合意識がアカシックレコードに上がり、天界の情報はこのグレゴリオ暦の数が持つエネルギーが物質界に降りています。ですからグレゴリオ暦の何月何日という数玉は物質界においてその影響が目に見えるんです。それに対してカタカムナ数歌暦は1万3000年昔から神々もお使いになられていた尊い暦、13ヶ月28日周期の完全に月とシンクロする暦です。カタカムナ数歌暦のリズムで生活、暮らしをすると、私たちは目に見えない領域、気の領域の力を自分に下ろすことができ、覚醒していきます。今地球は次元上昇をしなければいけないタイミングにあります。それは日本を建国するにあたり神様から下ろされた命令でも明らかです。神様から下ろされた命令とは三大進捗、天
上無休の進捗、地球を愛でまとめて和し、地球を愛の星に次元上昇させなさい。そして豊胸豊祭の進捗、鏡を祭り、そのことで星や空を祭り、地球を次元上昇させなさい。そして三つ目が湯には稲穂の進捗、お米を育て、お米を祭り、お米を食べて世界を繁栄させなさい。そしてそのことで地球を次元上昇させなさい、という三つの進捗、すべてが地球を次元上昇させること、それが命令されています。それはなぜかといえば、今オウム宇宙と天の川銀河と地球が同時に次元上昇するトリプルアセンションのタイミングだからです。今まで宇宙ではなかった新たな宇宙に生まれ変わるタイミング、それが今であり、これは絶対に実現しないといけないこと、宇宙全体の悲願でもあります。そしてそのトリプルアセンションの鍵を握るのが地球の次元上昇なんです。地球が次元上昇しないと天の川銀河も宇宙も次元上昇できません。すると宇宙も地球もイエス・キリストがゲーナと予言した永遠に続く地獄、そのような地獄に落ちてしまうんです。地球が今次元上昇できないのは、まさに人が人を殺し合ったり、戦争をしたり、紛争をしたり、騙したり、脅したり、批判したり、そのような低レベルな意識でいるので、とても次元上昇できません。それはグレゴリオ暦の影響も大きいと思われます。古代から伝わる英知、ヘルメス学で言われていることが、上のごとく下もしかり、下のごとく上もしかり、という、これは本質です。下にあることは上にあり、上にあることは下にある、これが古代から伝わる英知であり、この英知を使うと、あなたも僕も地球の次元上昇や宇宙のトリプルアセンションに貢献できる自分になれるんです。そのためにも正しい暦を使って覚醒し、自分自身が次元上昇していく必要があります。僕やあなたが次元上昇することが地球の次元上昇につながる、それが下のごとく上もしかりということになりますし、地球が次元上昇することが宇宙の次元上昇になるということにつながっていきます。ですから今こそ天体のリズムを自分の中に取り入れて、天体のリズムとシンクロしながら暮らしをすること、これが絶対具体的に必要なんです。この今地球が置かれた状況、そして各自の覚醒が次元上昇につながり、それが地球の次元上昇、天の川銀河の次元上昇、オウム宇宙の次元上昇というトリプルアセンションまでつながっていくという話は、今度出版する本にも詳細に書いてありますので、ぜひ読んでみていただきたいなと思います。10月特に注目したい日、これから10月の中で注目したい日をお伝えします。忘れないようにカレンダーなどに書き込みながら聞いてください。また特に注目したい日については、それぞれまた別途詳しい動画はアップしていきますので、楽しみにしていてください。では10月の注目する日お伝えしていきます。10月3日木曜日、天秤座新月、そして不成就日です。5日土曜日、虎の日大明日、6日日曜日一粒万倍日、8日火曜日巳の日大明日母草日、9日水曜日一粒万倍日大明日母草日、10月10日木曜日ゾロ目の日であり、日月神事の神様がとどめの日と予言された日です。11日金曜日天赦日、そして上限の月の日です。12日土曜日一粒万倍日大明日天音日、そして10月14日から15日にかけて土星が月に最接近します。そして17日木曜日虎の日牡羊座満月スーパームーンです。19日土曜日不成就日、20日日曜日巳の日母草日、21日月曜日一粒万倍日大明日母草日、24日木曜日一粒万倍日大明日、そして下限の月になります。27日日曜日不成就日天音日、29日火曜日虎の日天音日、だいたいこれらの日が注目するべき日になります。特に気になるところは11日天赦日が不成就日で大安という複雑な組み合わせです。この日は自分自身の反省や計画に使うといいと思います。翌日12日が一粒万倍日なので、ぜひこの天赦日は活かしてほしいなと思います。また天赦日は常に先祖供養を意識することが大事だと言えます。そして17日の満月がスーパームーン、この日のスーパームーンは1年で一番大きな月になります。最も強い満月のパワーの日、最もチャージングができるタイミングでもあり、大きな変
変化のタイミングでもあります。そして10月10日のゾロ目の日、この日は火月神事の神様がとどめの日とおっしゃっています。この日は旧暦の9月8日、9月8日というのは1945年 GHQ の民主化指示が出て日本人骨抜き計画のとどめを打たれた、そんな日になって、そこからちょうど79年後ということになりますので、この日騙されたり支配されたりコントロールされたり、そういう外圧に対しての自分軸をしっかりと持たなければいけない日になります。また改めてお伝えしますので、今は要注意とだけ思っておいてください。10月にするべきこと3つお伝えします。この3つをできるだけ意識して10月いっぱいを過ごしてください。1ヶ月間続けると結構それが身につきますので、ぜひこの3つは身につけてほしいなと思います。ではするべきこと1つ目、全てを与えられていることに感謝してありがたいと感じる、これを日々してほしいです。できればありがたいと思いながら、そのありがたいと思ったそのこと、その対象に対して礼をしてください。礼というのは難しい旧字体の礼、その相手に対する感謝と畏敬の念を礼と言います。その礼の仕方は、その場に対するものは言う15度の礼です。そして人に対する礼、それは45度の礼、この礼は簡単な礼です。そして天や神に対する感謝と畏敬の念、それは90度の礼、はいと言います。ですから与えられてありがたい、ご飯を食べられてありがたい、水を飲めてありがたい、そのありがたい当たり前でないこと、そのことに一遊一礼一杯をしてみるように心がけてください。これは動作としなくてもいいので、気持ちの中でも ありがたいありがとうございますと感じるのでも OK です。ではするべきこと2つ目、11月が次元上昇の月なので、そこに向けて準備を整えるという意識を持ってください。準備ってどうするのっていうことなんですが、火から戸まで行く、それを人になるとお話ししましたが、人になることを意識する、そしてそのためにも新しいものの見方を手に入れようとする、それをやってほしいんです。新しいものの見方っていうのは、へえそういうこともあったんだとか、なるほどねとか思うことって日々ありますよね。それがあったら覚醒した、新しい見方を手に入れたと考えてください。それが次元上昇に向けての準備になります。では3つ目、暦を意識する、これをやってください。暦は正しい暦なので、カタカムナカズータ暦が今日何月何日なのかということをイメージしてみてください。カタカムナカズータ暦では今日が何月何日なのかということを考えるだけ、見るだけでも意識できます。今度出す本には5年間分全部書かれています。また LINE で友達になっていただいた方には、その月その月のカタカムナカズータ暦はプレゼントしてますので、 LINE でお友達にもなっておいてください。10月に避けるべきこと2つお伝えします。この2つは似てるんですけれども、まず1つ目、見えている世界を当たり前だと思うこと、また逆に不満に思うこと、これはやめましょう。今見えてる世界は自分が作り出して、自分が見ているファンタジーです。自分が作ってるので、それに不満を思うというのは自分がやらなかっただけのことですから、不満ではなく自分の改善点にすべきです。そして見えてる世界すべて自分が作り出してるとは言っても、全部自分が手を下してるわけではありません。自分が作ったわけでもないのに空気が吸えている、自分が汲んできたわけでもないのに水が飲める、自分が作ったわけでもないのに食事ができる、それは当たり前じゃない、その意識が大事です。そして2つ目、人にしてもらうことを当たり前と思う、他人がしたことを不満に思う、これもやめてください。人が何かをしてくれるのは当たり前じゃありません。あることが難しい、ありがたいことです。そして他人が何をするのか何をしないのか、コントロールは不可能です。ですから人のしてくれたこと、それは感謝し不満に持つのではなく、自分がその事態を変えようとする、もしくは他人のすることにイライラしたりモヤモヤしたり、そういうことは自分の課題として、その状況を改善するためにはどうしたらいいだろうか、何をしたらいいだろうか、そう考えるようにしてください。それであなたは人になっていけます。では今日の話をまとめましょう。早いものでもう2024年は10月に入ります。この10月はすごい月で、格別な力があり、もう好きなことだけしてもいいぐらい
最高の月になりうる月です。ですからまずこの10月が持つエネルギーを知り、どんな月になるのかをイメージし、そして暦の力を使ってこの月にやるべきこと、避けるべきことをお伝えしていきました。10月が持つエネルギーは満ち足りる、そして次元上昇に向けて準備が整う、そんなエネルギーが流れていて11月に向かいますので、あなたにはひふみよいむなやことという日からとまで行って人になってほしいんです。人になるというのは神に戻る、そのことによって次元上昇に向けて準備が整い、そこから11月12月に向けて10倍の大成長、大発展につながっていきます。そして2024年10月はどんな月になるかというと、とにかく満ち足りる月だと思ってください。与えられて全てがありがたいという意識が大事で、この意識さえあれば何をしてもうまくいきます。ただし2024年、この年のエネルギーは二極化の流れがあり、その二極化に流されて、あいつが悪いとか、あいつは間違ってるとか、そういう分離意識を持ってしまうと大峠に飲み込まれてしまう、淘汰される側になりますので気をつけてください。改めて暦についてもお話ししましたが、暦で暮らしをすることによって、その天体の力を自分の中に入れ、新たな覚醒をどんどんしていきます。すると天才になっていきます。でも逆に天体の力とシンクロしない生き方をしていると、どんどんバカで鈍重で騙されやすい、そんな人間になっていっちゃいますので、カタカムナカズーテ力という気の領域とつながる28日周期の13ヶ月の暦を意識することがおすすめであるとお話ししました。このカタカムナカズーテ力は今度僕が出す本には5年分入っています。そして10月特に注意したい日、それらをご紹介しましたが、再度お伝えしておきます。3日木曜日、天秤座新月、不成就日。5日土曜日、虎の日、大明日。6日日曜日、一粒万倍日。8日火曜日、巳の日、大明日、母相日。9日水曜日、一粒万倍日、大明日、母相日。10日木曜日、ゾロ目、五木神事の予言のとどめの日。11日金曜日、天赦日、上弦の月。12日土曜日、一粒万倍日、大明日、天穏日。14日から15日、月火、土星が月に近づく。17日、木曜日、虎の日、牡羊座満月、スーパームーン。19日、土曜日、不成就日。20日、日曜日、巳の日、母相日。21日、月曜日、一粒万倍日、大明日、母相日。24日、木曜日、一粒万倍日、大明日、火元の月。27日、日曜日、不成就日、天穏日。29日火曜日、虎の日、天穏日というような注目する日がありますので、これはまた別途動画でもお伝えしますので、まずはこの日だけチェックしておいてください。特に注目は10月11日、天赦日で不成就日で大安。そして17日の今年一番の満月、スーパームーン。そして10月10日、ゾロ目の日であり、五木神事の神様の警告する日ということで、まずは知っておいてください。10月にするべきこと3つ。1つ目、与えられていることに感謝してありがたいと感じること。できるだけこれを感じるようにしてください。そのためにも礼をしてください。2つ目、11月の次元上昇の月に向けて準備を整えるという意識を持ってください。つまり新しいものの見方を手に入れようとすること、それを積極的にやってください。3つ目、暦を意識する。できればカタカムナカズータ暦を意識してください。続いて10月に避けるべきこと2つ。1つ目、見えている世界を当たり前だと思うこと、逆に不満に思うこと、どちらも NG です。そして2つ目、人にしてもらったことを当たり前と思う、または不満に思う、これはやめてください。今日お伝えしたことをしっかりと理解した上で、この10月格別な月である、とにかく何でも気にせずやってもうまくいく、そんな日だと思いながらも感謝し、満ち足りているということを感じながら、今日お伝えしたやるべきことをやって、避けるべきことは避ける、それによって1ヶ月後この10月は違ったなという感じに必ずなります。1ヶ月後楽しみにしてワクワクしながら、何をやってやろうかぐらいな月にしてください。与えられて全ては満ち足りている、ありがたいという思いがあれば、10月は何をやってもうまくいくはずです。ということで、このチャンネルでは予言を通して人生をより前向きに生きていける動画を配信していってますので、チャンネルのフォローや高評価、コメントシェアをお願いします。今予言天狗と LINE で友達になっていただいた方には素敵なプレゼント、
5つ、そして天命地命画面に向けてのその決め方についての重要な情報なども配信しますし、丹田活瞑想という真の瞑想法についての情報なども配信します。また毎月カタカムナ数打力の小読みもプレゼントさせていただいています。ですからこの動画の概要欄にある予言天狗と LINE でつながるというリンクをクリックして友達になってください。それではまた次回動画でお会いしましょう。昨日は鶏レバーでニラレバー炒めを作りました。結構美味しくできたので母も美味しいと言って食べてくれました。野菜たっぷりなので母にもいいんじゃないかなと思っています。なんといってもこの中華ってご飯に合いますね。みそぎの玄米、龍神の力を宿すユニアの実りを発芽玄米にして白米と半々で炊いても結構白米に近いので十分美味しいです。もっと白米が多くてもいいかもしれません。母にはユニアの実りは少しにしていますが、今日は発芽玄米の中華おじやにしようかなと思っています。玄米はスーパー栄養フード、そしてユニアの実りには運気アップのエネルギーが降りていますので運気が上がっていく、健康になっていく、そして美味しい、言うことなしです。ユニアの実りについては概要欄にありますのでチェックしてみてください。ぜひ実際に使われた方々の口コミ、インスタの投稿などが見れますのでチェックしてみてください。またカタカムナ数打力が5年分入った今度出す本開運年表もぜひ概要欄にありますのでチェックしてみてください。ということでではまた。